こんにちは、葉っぱです。皆さんはサイボーグ009という作品を知っていますか？今回の動画はザ・サイボール・ソルジャー。平成版のサイボーグ009に登場する、00ナンバーズの声優さんと、その声優さんが演じたキャラを紹介していこうと思います。00ナンバーズといえば、1から9までの個性豊かな9人のメンバーがいます。そちらを紹介します。それでは早速行きましょう。最初に紹介するのは上田かなさんです。上田かなさんといえばフェイトの遠坂凛、先の宮長崎、魔法少女リリカルなの葉の矢神颯、リゼロのアナスタシア方針などで有名です。上田かなさんが担当されたキャラは、001です。イワン・ミスキー、ロシア出身です。ジョージおしゃぶりを加えています。他のナンバーズと会話するときはテレパシーで会話をします。テレポートやテレキネスなどを使い他のメンバーを助けます。見た目は赤ん坊ですが IQ が高く、メンバー内の司令塔です。物語で一番最初に主人公に話しかけたメンバーでもあります。上田かなさんの赤ちゃんキャラ、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか？次に紹介するのは森久保祥太郎さんです。森久保祥太郎さんといえばナルトの奈良しかまる。メジャーの主人公、重野五郎、バルトロネオ、音石明、桐原赤矢など有名ですね。森久保祥太郎さんが担当したキャラは、002のジェットリンクです。アメリカ人で鼻が鳥のくちばしみたいに長いのが特徴です。足から飛行ユニットを出し、マッハ5で空を飛ぶことができます。仲間を抱えて戦闘も可能です。耳だけで聞いてみると完全に重野五郎や奈良しかまるの声に聞こえます。空を飛ぶ機動性は他のメンバーにはないので、空中で彼の活躍が見れます。空中からの奇襲も得意分野だと思います。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのは、雪野さつきさんです。雪野さつきさんはブリーチの至宝院夜市。犬夜叉のカゴメ、銀魂の歌えさん。日暮らしの泣く頃にの園崎ミオン、園崎シオン。フルメタルパニックの千鳥かなめなどを担当しています。雪野さつきさんが担当されたのは、フランソワーズ・アルヌールです。フランス出身です。レーダー能力があり、4キロ四方の索敵ができ、聴覚が優れています。これで遠くから敵が来てもすぐに発見できます。戦闘のナビゲーションを行いサポートをしてくれます。他のサイボーグより改造箇所は少ないですが、他のメンバーと一緒に前線に立つことも多いです。009とはよく名前で呼び合います。改造箇所は少ないですが、それでも一般人に比べて怪力です。009との絡みも作中でよく見ます。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのは飛田信夫さんです。飛田信夫さんはゼータガンダムの神友、ジョジョのストレイツを、星のカービィのコック川崎、白王旗の山並圭介などを担当されています。担当されたキャラは、004のアルベルト・ハインリヒです。ドイツ出身です。ほぼ全ての部位に武器が仕込まれています。右手のマシンガン、左手のナイフ、膝のミサイルなどがよく見られます。戦闘時においてもその能力を発揮しています。001のイワンが寝ている時は彼に代わりチームの参謀役として活躍します。メンバー内で一番改造箇所が多いため、肉体に人一倍の思い入れがあります。その一方で機械の体に愛着を持つ様子も見せています。0011との戦闘では、仲間がとどめを刺すのを止めるシーンも見られます。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのは大塚明夫さんです。大塚明夫さんといえば、メタルギアのスネーク、ワンピースの黒ひげ、ブラックジャック、ルパンの次元大介、テイルズ・オブ・シンフォニアのリーガル、ブリーチの凶楽春水、脇の半間裕次郎などが上がります。大塚明夫さんが担当されたのは、005のジェロニモ・ジュニアです。アメリカ出身です。怪力の持ち主であり砲弾にも耐える肉体を持っています。作中では岩を投げて攻撃したり戦車を投げたり、その怪力を発揮します。またミサイルを手で落としたり、頑丈な体で味方を守ることもあります。格ゲーなどでいうところの投げキャラ、パワーキャラです。その一方00点など素早い敵に対しては翻弄されやすいです。
メンバー内で一番身長が高いです。作中では動物や精霊と言葉を交わすシーンもあります。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのはシャフーリンさんです。シャフーリンさんといえば磯野波平さん。金玉の武智先生た。コナンのめぐれ警部、ちびまる子ちゃんの長沢くん。日暮らしの泣く頃にの大石クラウド。ワンピースのチャルロス星。島次郎のお父さんの島太郎。などが有名です。シャフーリンさんは006のちゃんちゃん子を担当されています。中国出身です。口から高熱の火を出すことができます。地面を溶かすほどの火を出し、地中も移動することができます。壁を溶かし抜け穴を作ることもできます。いわゆる料理が得意なキャラクターで、00ナンバーズの料理を作っています。中華料理が得意料理です。料理が得意なためナンバーズに料理を教えたこともあります。ナンバーズ以外にも料理を振る舞うシーンもあります。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのは長さんです。長さんといえばブルック、クレシンの野原銀之助、夏目龍神長のちょびひげ、大月太郎、GTO の内山田教頭、犬夜叉の邪剣、などが有名です。長さんが担当されたのは、007のグレートブリテンです。イギリス出身で舞台俳優をやっていた過去があります。へそに仕込まれたスイッチを押すことで、自身の細胞の分子配列を変化させることができます。これにより他人はもちろん、消費するもの以外の様々なものに変身できます。部分的な変身もでき、変身したものの能力も再現できます。鳥に変身して空から偵察、尾行する場面が多いです。舞台俳優の経験から変身していても違和感なく行動することもあります。他のメンバーは怪力、火炎、飛行、武器などの能力がありますが、グレートはどちらかといえば索敵や諜報が得意です。006とはよく絡みがあります。ぜひ見てみましょう。次に紹介するのは岩田光雄さんです。岩田光雄さんといえば、イニジーの竹内一樹、ドラゴンボールスーパーのシャンファ、アキラの金田翔太郎、トリコのサニー、呪術廻戦のイジチキヨタカ、ワンピースのイワンコフなどが有名かと思います。岩田光雄さんは008のピューマを担当されています。アフリカ出身です。水中を素早く動くことができ、水の中でも呼吸ができ、水中戦に特化しています。深海でも動けます。水中戦なら他のメンバー全員より戦闘力が上です。地上戦ではその能力が活かせないです。兵器の扱いには盾、航空機や潜水艦の操縦も可能で、ドルフィン号のメイン操縦士もします。ピューマのふるさとの話は昔の友人を説得するシーンがあったりと、彼をメインに書かれていると思います。ぜひ見てみましょう。最後に紹介するのは桜井貴博さんです。桜井貴博さんは FF7 のクラウド、コードギアスのクルルミス族、呪術廻戦のゲトウスブル、鬼滅の刃の富岡義勇、おそ松さんの松のおそ松、ダイヤのエースの三浦和也、などを担当されています。桜井貴博さんは009、島村城を担当されています。日本出身です。主人公であり他のナンバーズより能力が優れています。あまり知られていませんが005の次に改造箇所が多く、見かけに反して鉛の部分が少ないです。奥歯に仕込まれたスイッチで加速装置を発動します。加速装置はマッハ5で移動することができます。この能力ですぐに仲間を救うことができます。003とは装置相愛の中です。遠泳編、00戦闘時、未来都市編など、003を助けることが多いです。また006の中華料理店では加速装置を利用して、買い物をしたり、003のチャイナックを褒めたりします。戦闘時において何かしら事情がある相手に対して、戦いたくない、やめるんだと説得を試みることもあります。優柔不断になりがちな一面もあり、そのことを他のメンバーに指摘されることも多いです。ぜひ見てみましょう。ということで今回は平成版サイボーグ009のナンバーズと声優さんを紹介しました。いかがだったでしょうか？平成版サイボーグ009はネットで配信されているので、まだの人はぜひ見てはいかがでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。